はい、どうも皆さんこんにちは、カズマックスです。今日はですね、すごく久しぶりに新しいコーヒードリッパーを買いましたんで開けていきたいと思います。はい、それはこちら、コーヒー工具さんが出ているコーヒードリッパー、2サイズあるうちの、一杯ドリ用の方ですね。確か名前がね、ここにワンドリッパーって書いてありますね。まあ、平たく言うと基本的には塩水ペーパーが使える、針金タイプの、ドリッパーなんですよ。だけれども、これ開ける前にちょっとこれと僕の出会いをお話ししてもいいですか？歴史がありまして、以前僕が紹介したこのドリップポットを覚えていらっしゃる方いらっしゃいますか？これ同じくコーヒーコークさんが出ている、2ドリップポットプロっていう、まっすぐ下に繊細なのが落とせるっていういいドリップポットなんですけれども、まあ、これと同じメーカーですね。これ2つともね、出会いが、2年前の SCAJ2019 っていう、まあ、東京ビッグサイトで行われた僕も出た、コーヒーの祭典なんですけれども、そこで見たんですよ。で、僕両方とも気になって、まずこっちはクラウドファンディングで手に入れて、こっちもいずれ買うつもりではあったんですけれども、ちょっと先延ばしにしてきた理由というか、買った理由というか、なんかいろいろありまして、まあ、それもね、踏まえながら、ちょっと開けて話していきたいと思います。さあ、コーヒーを考えると書いて、コーヒー工具ですね。このドリッパー開けていきます。よっ。箱はかなり簡易的ですね。はい、でこんな感じ、よいしょ。おお、だいぶちっちゃいな。まあ、全体としてはこんな感じで全部針金できておりますね。で強度もかなりしっかりしてますね。あ、硬いわ。ちっとやそっとじゃ曲がらないし折れないしって感じはしますね。ただ以前紹介したこのコーヒーバネットキュートみたいに折りたたむことはできないんで、まあその分だけ体積は取りますね。ただ僕ね、これ実はアウトドア用に買ったんですよ。これに勝るアウトドア用として、コーヒー工具のワンドリッパーを買いました。これなんでかっていうのが、バネットにねちょっと問題があったんですね。まあもちろん僕も最初はね、このバネット持ち運びやすいし洗いやすいし乾かしやすいしめちゃめちゃ優秀なドリッパーだから、出張先にも持って行っているし、キャンプにも持っていこうと思っていたんですけれども、よくよく考えるとね、このバネットすごいね不安定なんですよ。山梨のねキャンプ場とか、まあ、外って結構ね風強いんですよね。そこに持って行った時にもし万が一この結構ビヨンビヨンするんだけど、これが倒れたらまずいなと。実はね結構不安定なんですよねこいつ。ただだからといってこういうプラ製とかもしくは陶器製とか磁器製とかあとガラス製とかで持っていったら、まあ、基本的に全部割れやすいし、特に陶器製磁器製ガラス製は重いしちょっと違うなとどうしようと思った時に、このバネットと同じく洗いやすく乾かしやすい、そして硬いというね、この軽量タイプの素晴らしいドリッパーに行き当たったわけですよ。ん？あれ？でもちょっと待って、これよく見るとなんか角度がちょっと鋭角じゃない？ちょっと試してペーパー入れてみよう。うん、こっちは普通に入りますね。で、こっち。なるほど。若干浮いてる感じはありますね。ただこれはおそらく粉が入ってお湯が染み渡れば沈む感じになるかな。こういう風に。後から微妙にフィットする感じになるのか。うん、ならまあとりあえず問題ないかな。で、こういう針金ドリッパーのこの壁があるタイプのドリッパーと違う点として、要はどこにも壁がないわけだから、コーヒーがどっからでも落ちるってことなんですよ。つまり今まで塩水ドリッパーの、穴の大きさとかリブの長さとかで左右していたコーヒーの落ちる速度を、これは結構自分の入れ方で、変えることができる、もしくはちょっと変わってしまうってことなんですね。まあ一応その辺だけね、事前に分かった上で買いました。まあ、とりあえずこれ使っていきたいと思います。はい、本日の豆はカズマックスブレンドボリューム4でございます。いい香り。うん、やっぱり粉を入れたことによって重さで紙全体が下に落ちましたね。で微妙に周りがよれてますが、まあドリップの妨げになるようなもんではないですね。はい、それではいきます。
ポイントとしては気持ちお湯少なめで、今さっきも話した通り壁がないんでね、結構外から落ちやすいんで、ほんのお気持ち程度でいいんでちょっと控えめにします。うん、蒸らしも問題ないですね。外が空いてるからガスがね出やすいってところもあると思います。いい香り。でこのガラスだったり、そもそも壁がなかったりするドリッパーってこうやってコーヒーの色が見えるから綺麗ですよね。すごい入れてるって感じがするこれ地味に好きなんですよね。まあ、初回なんで探り探りではありますが注いでいきます。ちょっと安定して出るようになりましたね。であんまり外側に注ぎすぎないのがポイントだと思います。気持ち中心寄りで、いい香り。これアウトドアでできたらいいな涼しくなったら行かないと。まあ湯量は増えてきましたが、壁がないとはいえだからこそめちゃめちゃ早いってわけでもないですね。まあ注ぐペースにもよるとは思うんですが、ハリオとまあどっこいどっこいかちょっと早いくらいかな。よし、下ろします。 OK。 はい、それですね、僕普段だったらここですぐコーヒー飲むんですけれども、ちょっとその前に皆さんいいですか、入れ終わったドリッパーのこの部分見てもらっていいですか。僕この動画の冒頭で、このドリッパー前から気になっていたけれども、買うのにちょっと時間を置いたって話をしてたじゃないですか。あれの理由話してませんよね。あれがですね、以前僕が SCAJ2019 で見たこのワンドリッパーのデモンストレーションで、この外側ではなく中心の輪っかの部分ですね、ここにねコーヒーがこう伝って、要は真ん中じゃなくてここからコーヒーの雫がね滴り落ちてるのが見えたんですよ。その時僕の頭によぎったのが、もしサーバーとドリッパーの間にこうやって距離があるタイプだったら、ここからよれたコーヒーが最悪こうこぼれてしまうんじゃないかと。特に僕当時このドリップスタンドを愛用していて、かなりドリッパーとサーバーの間に距離があったんですよね。この場合ちょっと怖いなと思ったんですよね。だからねその時買わなかったんですよ。これが理由ですただ、ちょうどその頃から僕このドリップスタンドを使い始めて、これ高さが変えられるやつで、コーヒーサーバーの高さほんとギリギリに近づけてドリッパーを設置することができるんですよ。これで家の環境は解決。そして、外に持っていく場合も基本外でドリップスタンドってまあ使わないじゃないですか。まあこだわる人は持っていくかもしれないけど、さすがにこれとかこれとかを持っていくことは僕はしないと思うんで、多分こうやってサーバーにドリッパーをそのまま乗せる形にすると思うんですよ。でこれでキャンプ系は解決ちゅうことで、僕は今回このコーヒーコグのワンドリッパーを買ったんですよ。まあ、とはいえ今回たまたまね、うまいこと言って真ん中からしか落ちていないんで、横からのショットは取れなかったんですけれども、十分そういうことはあり得るドリッパーっていうのは僕承知しているんで、もしねこれ考えてる方はドリップスタンドの高さによって考えた方がいいかもしれません。まあ、今って結構コーヒー器具増えて、サーバーも口が狭いタイプ広いタイプいろいろ出てるんで、もしね狭いタイプ使ってる方とかは自分の状況に合わせてちょっと考えた方がいいかもしれません。はい、それではちょっと話長くなりましたが、早速コーヒー飲んでいきたいと思います。はい、というわけで出来上がりました。こちらカズマックスブレンドボリューム4の、コーヒー工具ドリッパーで入れたコーヒーでございます。いただきます。うまいすいませんね、毎回変態的でいやでもね本当に美味しいのよ。新鮮な豆を、少ない杯数分ね入れることによって味がかなりはっきりするし、3杯から4杯用の大きいドリッパーを使って、もちろんねたくさんの杯数入れるのもいいけれども、これにはこれにしかないね味の明確さがあるんですよ。でちょっと今回外側を気にしすぎてビビってね外側使い切れなかった感もあるから、気持ちね味が軽いような感じもしますが、これは練習次第でまたね出せるようになると思うんで、しばらくいい感じのところに慣れるまで、使ってみたいと思います。で改めてこれ針金ドリッパーではあるんだけれども、本当に一つ一つのパーツというかね部位がしっかり接合されているし、まっすぐだし歪みがないしで硬いし、物はね本当にしっかりしてますよ。これね多分キャンプ持ってても大丈夫だと思う。まあ、やっぱ無理やりねいくら好きだからって言って自分のお気に入りのこうプラ製のドリッパーとかガラス製持って行って、割ってしまったらねもう目も当てられないからその点でこう信頼できる、これいいと思います。でもちろんうちでも使えるしね、針金だからこれペーパーごと粉を取ってで水で洗って干しとけばもうすぐ乾くから、ほんと簡単。
で入れ心地の方もドリッパーの背が低いからまずドリッパーの壁に当たるってことがなくて限界までドリップポットの先を粉に近づけて入れることができるから本当繊細なドリップができて入れやすかった。本当ねいいドリッパーですよ。サーバーの上に乗せた時の安定度もいいし、いやこれ僕ね今後アウトドア連れてきます初めてのキャンプはこれかな。ただまあ欲を言うとさっきね話したこの高さの問題、よれの問題、万が一にもこの中心の輪っかからコーヒーがよれて落ちないような、例えばマーク2みたいな後継機が出たらより嬉しいと思いました。まあその時はね買いたいと思います。はい、というわけで、今日のカズマックスのコーヒーワールド、新しいドリッパー、コーヒー工具のワンドリッパーでございました。まあ、気になった方はね概要欄からチェックしてみてください。はい、というわけでじゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね。